テーペンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、ホーフ軍に属する、町村で、ファイリッチュ行政共同体の一員。この町は、軍の北部に位置し、ザクセン州及び、チューリンゲン州と境を接する。テーペンは、かつては、ドイツドイツ国境であったクプファーバッハ川の渓谷に位置する。主要地区の人口はわずか900人。 自治体全体の人口は1200人強である。この町を連邦道 B2 が走っている。また、わずか数キロメートルのところにアウトバーン A72 の豊富、テーペンインターチェンジがある。この町は公式には9つの地区からなる。このうち孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町に属するチ林原州との境界に位置する小集落、メドラロイは、 第二次世界大戦後の冷戦期に、旧東西ドイツによって分断され、両地区を隔てる壁が建設されていたことで知られている。最初に入植が始まった時代は不明だが、この町が初めて文献に登場するのは、1310年のことである。名前のトパンは、湿った低地を意味するマインウェンドの由来であると推測されている。1200年頃、フェクテフンバイダがこの地域一帯 テーペンの領主となった。この一門は約200年後に断絶し、血縁関係のある竹に移った。1390年から今日の聖マルティン教会の前身となる教会が創設された。テーペンは、まず、チューリンゲンのゲーフェルの支部教会となった。現在の教会は拡大、修復がなされている。1528年からこの教会は、福音派に改修した。 ケーペンに住んだ有名な人物にジャンパウルがいる。彼は1786年から1789年に現在も残る運転練習ロスで家庭教師を務めた。メドラロイトのドイツドイツ国境博物館1524年から始まったブランデンブルクバイロイト工業とザクセン、選定工業との国境貿易は20世紀になってから特に国境に位置していた。 メドラロイト村に深い傷を負わせる結果となった。1945年、メドラロイトの集落の中を流れる小川に沿って国境が引かれ、鉄のカーテンによってこの集落は BRD 地域と DDR 地域とに分けられた。そしてアウトバーン A 級が封鎖されたことによる迂回路の国境検問所が1966年にこの村に設けられた。1989年、 ドイツドイツ国境が解放され、この村の国境の村の役割は終わった。しかし、旧 DDR 地区は、チューリンゲン州、ゲーフェル、旧 BRD 地区は、バイエルン州、テイペンとその領域は未だに分断されたままである。境界を中心とした、この町は、田舎風の様子を帯びていた。ここ数年の適切な村の刷新措置により中心部は、完全に改造された。 村の端には巨大な倉庫と二つの食品販売所が作られた。村の周辺にはかつての立ち入り禁止区域やザーレ川の渓谷をめぐる多くの遊歩道が設けられた。2006年の仮想行列の様子テーペンカーニバル団体は2年に一度ホーヘンドルフからテーペンまでの大規模な社肉祭の仮想行列を開催している。いずれもドイツ語ページありがとうございます。